何だと思いますか。最強の、最強のゴキブリ殺傷兵器です。これやつ、ぜひ使っていただきたいです。レポルタージュ新日レポーターの小川でございます。今日はですね、短い時間で私が常々思っていることをババッとお話ししながら、この思っていることが皆様のお役に立てればというふうに思って、今動画をやってる最中です。世の中ですね、不自然なことだらけですね。コロナウイルスの件を、言うとですね、 YouTube の広告がつかないらしくですね、まあ別に私もですね、弱小 YouTuber としてですね、少しのお金をいただいてますけれども、一応広告は受け入れたいと。まあただし、これがダメだったらダメでも全然いいんですけどもね、別にジャーナリストじゃありませんから、レポーターですからね。まあコロナウイルスの件は私の秘密のフォーラムで、もう1900名も今集めてますけれども、そちらの方でもちょっと話題になってますと。これ何だと思いますか。最強の、最強のゴキブリ殺傷兵器です。これやつ、ぜひ使っていただきたいです。これ、アマゾンで買ったのかな ?1500 円ぐらいかな。クリームブリュレとかね、こう、焼き目を入れると、そのことやったことないですけど、まあ、普通にですね、炙り系のお刺身に炙ったり、それもやったことないんですけど、まあ、私は、ホビーが葉巻でございまして、まあ、当地は持っといた方がいいなと思ってですね、この美しさにちょっとね、シンプルで。で、これがですね、思わぬ時に役に立ったと。で、我が家はね、めったにゴキブリ出ないんです。めったに。来るときっていうのは、ですね、あんまり言うとあれですけど、上の階の人がですね、結構片付けられない症候群でですね、老老介護やってて、まあ、かなりのお年を召した方なんですね。まあ、面白い方ですね。表札にですね、コロンビアン大学、卒業 MBA って書いてある。世界を、その後、世界に、グローバリズムの経営をって書いてある。名前言っちゃいけませんけどね、このおじいさんがですね、結構片付けられない証拠のゴキブリがいっぱいいましてですね、そこから飛んでくると。でこの間飛んできたんです。この時期にですよ、この時期に、真冬にですよ。もうとっさにですね、うちにはゴキジェットとか、あ、ごめんなさい、名前言っちゃったけど、殺虫剤とかね、最悪だと思ってるわけですよ。もうケミカル私大嫌いですから。嫌い。あんなものがね、あんな仰々しいですね、あんなド派手なものを家に置いておくの許せませんから、これでゴキブリやってください。ぜひこれで火事になる恐れって私はないと思うんですよ。これ自己責任ですけどね、一瞬秒殺ですよ。これでね、ゴキブリがですね、2秒ぐらいでってなったの。これね、スプレーの殺虫剤って床はヌルヌルするし、もう匂いは最悪です。ゴキブリ殺すぐらいだから、生命力の強いね、人間にいいわけないですから。ということやってると、ますます私はね、コロナウイルスだけではなくてですね、広告がつかなくどんどんなってくるんですけどね、全然構いません。まあケミカル会社はね、とっとと私の役に立ってないので、なくなってくれればいいなと思ってるんですけどね。ごめんなさい、ちょっと過激すぎるな。はい、余分なものはいらないわけです。僕はナチュラルなものしか興味ありません。人間は本来火を持つことによってですね、霊長類になれたというシンプル原始的、匂いがないね、それでいって一発撃で殺せると。これね、2ヶ月ぐらい前に見た映画でデカプリオがですね、火炎放射器使ってる、まあ私はタランティーノ監督好きなんですけど、タランティーノの Once Upon a Time in Hollywood っていう映画でですね、火炎放射器で悪党をですね、もうブワーッと殺すシーンあるじゃないですか。これこれブワーッと殺すシーン、あのぐらいの爽快感があります。はい、じゃあな、今日の方々すいません。こんな男でございますっていうぐらい、これ、ね、すごい気に入ってる。ゴキブリを殺すんだったらトーチ、はい、使い道はたくさんあります。キャンプでも使えるしね、ケーキなんかにも焼き目も入れるし、炙りもできる。もう一台何役もできるわけですね。私この会社から1円も金もらってませんけれども、だから説得力あるでしょ。これでね、火事になる方なりませんから、2秒ぐらいで。
1秒で死んだような気がするね。もう快感でした。はい、あとですね、この快感っていうのはね、まあ、人間誰でもですね、この野郎死んでしまえっつっても火炎公式ぶっ放したい気もあるじゃないですか。まあタランティーノの映画でもあれはですね、私は全然好きな方に部類に入りませんね。はい、タランティーノの映画っていっぱいがありますけども、あれはですね、まあ言ってみればバレエを見てるような感じですね。バレエを見てても一瞬のこの体の動きでゾクッとくる時ありますけどね。あのクラシックバレエなんかでもそういう時があって、そんな感覚に似てる映画でしたね。まあ、あのプールで悪役をですね、こう何度も何度も火炎放射器ぶっ放したい気分というのはね、わかるんです、私。はい、例えばですね、私は今ヨガホットヨガをね、ヨガ歴はなんだかんだもう10年ぐらい経ってるんですけどね、最近ホットヨガラボさんに行ってましてですね、これも、まあ、1年ぐらい行ってるのかな。で今日はレベル4という、ね、上級者コース行ってきまして、超気持ちよくてですね、本当にいいですね、上級コース。ラバに行って一番辛いのはですね、公害、柔軟剤です。もう近くにですね、柔軟剤の安っぽい香り、もうから経費毒の嵐だから、あんなものね、あんなものをですね、こっちが呼吸が本当に五感が冴えるんですよ。汗をかく時っていうのはね、嗅覚も鋭い時に化学香、もうドラッグストアに売ってるものはほとんどゴミです、香りがついてるのね。あとトイレットペーパーにも買い占めてる人いっぱいいますけど、コロナウイルスの話はね、この後に私のフォーラムで、やってますし、私はこの不自然な世の中の周波数を正したいという活動をやっておりまして、周波数ということをテーマにやってますので、これを私のね動画を最後に見られてご関心持たれた方はぜひ会員登録なさってみてください。あと公害、まあ、ホットヨガでの公害はきついものがありますね。これもね、確率的にはですね、私の行ってる教室はですね、素晴らしくてですね、まあ20回行って1回ぐらいそばにそういう人がいるという感じですかね。まあでもね、しょうがないんですよ、止めようにもないからね、ラバさんからしてもね、難しいですよね。まあ意識が高くなっていただければと思います。経費毒っていうのをね、ちゃんと勉強した方がいいですよ。ですからトイレットペーパー買い占めの話から飛んでしまいましたけど、トイレットペーパーも香り付きのやつなんか絶対買えません。で今ね、高くてもね、無漂白してることでさえもないようなものが、ね、あるので、ちょっとそれをね、今トイレットペーパーが売り切れたので、ちょっと買って試してみようかなと思ってます。まあ我が家はですね、電子水っていうのを使ってまして、電子量が非常に豊富な蛇口をひねったら全部いい水が出てますので、まあ、当然湯シャンを続けることができますし、もう一切のケミカルをね、体に取り入れないように努力してます。でウォシュレットもね、塩素が入ってたら元も子もないわけですよ。飲み水とかね、一生懸命皆さんこだわってますけど、お尻から塩素ぶち込んでどうするんですかね。うちのお風呂には塩素がある、これ専門的な話になります。一酸化塩素か二酸化塩素 MMS になってると。まあそんなこと言ったらキリがないんですけれども、まあそういうことでね、私は、ナチュラルビューティー健康のまあことをね、指導者になっていきたいと多分なってると思います。はい、ちょっとね、話が今日取り留めもないんですけれども、この後ですね、私のフォーラムでどんな動画やってるかについて、ちょっと武漢問題とかこんな話してますよっていうことをプレビューして、今日の動画を終わりたいと思います。最強のゴキブリ殺虫剤はバーナー、トーチでした。あとはもう一つが、ホットヨガで迷惑なのは柔軟剤の安っぽい、変な香り、やめてほしいです。はい、コロナウイルスについてね、少し話を、別の角度でいたしますと、日本のね報道だと一緒くたですよね、まあ、NHK から民放まで全部同じ内容を、ちょっとね言い方変えてやってるだけですよね。でもつまりこれは洗脳装置なわけです、ございます、間違いありません。そしてコロナウイルスは、生物化学兵器の、説がありまして、私はそうだと思ってます。ちなみにですね、ウイルスは人工的に作れるかどうかっていうことは作れるそうです。本部委員長がですね、まあ、科学者から聞いたことがあるらしいですね、まあ、その専門の人から聞いたことがあるとおっしゃってましたですね。このような本がこちらに出しておきますけどね、これウイルス作れるって書いてあるらしいです。読んでないのでね、ご関心ある方ぜひ読まれるといいと思います。
います。なぜこれが化学兵器なのかというちょっとね過激な話になるのかっていうと、まず時期です。時期